学校内の盗難事件を教諭がもみ消し、全国トップクラスの名門公立高校、県立の高校にて現金盗難事件が多発し、学校側が何の対策もしないため、生徒らが自主的に無人の教室へスマホを設置したところ、窃盗犯の撮影に成功。学校側へ提出するも、窃盗犯が一切処分されず、被害者への説明もなかったどころか、教諭が撮影した生徒らへ、動画をすぐ消せ、警察には絶対言うなと口止めした件を取り上げてほしいという DM をいただきましたが、窃盗犯にも未来があるため取り上げません、ということで取り上げてる方がいまして、でですね、その動画がですね、まあ、こちらなんですけれども、まあ、こちら無人の教室、誰か入ってくると、でこれが生徒だと、で周りを見渡して物色していると。これなかったんすかね。めっちゃ物色するやん。財布かなあれ。周り見て。うわマジでやだ。いや、こんな人が同じ学校にいたらマジでやだわ。ですね、これをもみ消した方は学年主任ということで、仕事早すぎて草。千葉県立東南もみ消し中学校、高等学校。はい、まあ、ということで、完全に犯罪なので、で、なんか多発してるから、その、まあ、撮られた子たちも、なんか動画撮って、証拠を集めたのに、もみ消して、なおかつその、窃盗していた、犯罪をしていた、窃盗犯の学生は何も処罰受けないまま、普通に生活させるという。これもみ消せばもみ消すほど生徒たちの反発もすごくなるので、やっぱりスマホを置いて撮影したってすごく勇気のある行動だなと思いますし、その生徒たちの頑張りをもみ消すっていうのが、なんか本当大人が信用されなくなる理由の一個なのかなと思います。ということで、パンチパンダでした。まあ、最近ちょっと気になるニュースとかありました。まあ、動画にしてますね。もしよかったらチャンネル登録、高評価していただければなと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。